マンサナーレス駅は、スペイン中南部のラマンチャの都市の一つである、マンサナーレスに設置されている駅である。なお、この駅の付近で、鉄道路線が分岐している。2015年に撮影された、マンサナーレス駅の駅舎。マンサナーレス駅の相対式の2002面の、プラットホーム。路線は電化されており、河川も見て取れる。マンサナーレス駅は2002面を有する地上駅であり、 スペインの国有鉄道であるレンフェイが所有する駅の一つである。ちょうど、アルサカルデ・サンファンとカディスを結ぶアルサカルデ・サンファン、カディス線と、マンサナーレスと、シューダーレアルを結ぶマンサナーレス・シューダーレアル線とが分岐する場所の駅である。参考までに、マンサナーレスは、シューダーレアル県に属しており、その県とがシューダーレアルであり、県都と、鉄道路線で直結されている。 シウダーであるには、スペインの高速鉄道であるアベニューの路線が到達しており、乗り換えが可能で、そこからスペインの首都であるマドリードなどへ向かえる。一方で、アルサカルデサンファンの方向へ向かうと、その先にスペインの首都であるマドリードへ向かう路線も存在する。マンサナーレスへは1860年7月1日に、アルサカルデサンファンから鉄道路線が延伸してきて、さらに、 当時は、マンサナーレスから、先のシウダーレアルへと鉄道を延伸しようとしていた。つまり、マンサナーレス駅の開業は、1860年である。なお、この路線は1862年4月21日には、シウダーレアルより先、コルドバへ向かう路線と接続された。1941年には国有化されて、レンフェの参加に入った。 レッド・フェラビアリア・エスパニョーラ・アーカイブ2013年9月27日、ウェイバック・マシン・ミニステリアでフォーメントハット、アルカサル・シューダ・リアル・スパニッシュ・レールウェイ・ハット、モンシュナー・ラス・コードバ・スパニッシュ・レールウェイ。ありがとうございます。